民主主義を守るために、の国党をぶっ壊す。はい、どうも、水木庵です。本日の、まあ、サブチャンネル、2本目の動画なんですけれども、ちょっとですね、今ね、風邪をひいてて、でちょっともう声もちょっとガラガラっぽくなってて、で声の通りね、すごい悪いと思うんですけど、そこのところはね、ご了承くださいませ。で、まあ、ちょっと何について話そうかなと思ったらね、まあ、昨晩ちょっとこう寝る前にね、ふとね、こう、まあ、ちょっと思ったことがあったんですよ。でそもそもなんかこう政治とビジネスってすごい似てるよねって話で、まあ、政治ってまあどちらかというと、なんかその B2C のなんかその商売とすごい似てるなって思ったんだよね。でやっぱりこう政治もね、その B2C の商売っていうのも、まあ、基本だから、まあコアなお客さんがすごくまあ大事、まあその政治でに置き換えれば、まあ支持者なんだけど、でまあその声をね、まあ、少しずつまあ拾い上げるっていうことが、まあその今後のその自分のその武器になっていくんじゃないかって話で、まあこの作業ってね、まあ結構難しくて、でこれまあ地道にこうやっていかなきゃいけないわけなんですよ。でまあこういう部分で、そのね、まあそのすごい大事なところで、その過程でまあそのギアを、まあその入れるタイミングを間違えたりとかすると、まあ一気にこうドツボへはまっていくよねって話で、でまあ本来なんかその N 国党みたいな政党っていうのは国政政党になっちゃいけなかったわけですよ。で、まあ、言ってしまえば、まあそのね、しょぼい政党で、まあ、あるべきだったよねっていう話で、でまあそのね、まあ、NHK のスクランブル化っていう公約がある。でその公約を実現するためにこう参議院選挙にこう出てきて一議席を取ってしまったと。で国政政党にこうなってしまったら、それこそまあ有権者たちのこう見る目がこうガラッて変わってくると。で、まあ、参議院選挙の時は、まあ、正直泡沫扱いはされたと思うんだよね。だから、まあなんか不倫路上カーセックスみたいな、政見放送での、なんかその歌い文句みたいなのがめちゃめちゃ面白い、なんかすごいファンキーな感じがするわみたいな感じで、まあその票を入れた人たちがいると。で、まあ次はもうそれはもう期待できないよねっていうところの話で、で、結局じゃあ期待できないから、じゃあどうするべきだったかっていうと、まあ結局こうコアな支持者っていうのを増やしていかなきゃいけないと。で、まあ、ぶっちゃけね、まあ、参議院選挙まで、まあ、次の参議院選挙まで、まあ、6年、あ、3年か。で、まあ、そのね、一応まあ6年間は国政政党であり続けるわけなんですよ。で、まあ、結局なんかその照準合わせなきゃいけないっていうのはどこのタイミングなのかって言ったら、まあ、結局まあそのね、次の衆議院選挙でも、3年後の参議院選挙でもなくて、実はまあ6年後の参議院選挙だったよねっていう話で。でまあ、その他のやっぱり政党とか見てると、やっぱすごいコアな支持者っていうのをすごく大事にしてる、まあ、傾向にあったりとかしてて、でどちらかというとまあ不動票であったりとか、その場のこう風に、まあ、風をその期待してるこう政党っていうのは、まあ、そのみんなの党とかもそうだったし、であとはやっぱりね、みんなの党とかもそうなんだけど、まあ、基本なんかすぐ、まあそのね、なくなってしまうっていう、まあ、傾向にあったりとか、まあ、するんだよね。やっぱりだからその政党っていうのを維持していくのもそうだし、でまあその安定して、でまあそのね、政治家を作っていくっていう意味でも、そのコアな支持者っていうのはすごく大事で、そういう意味では、まあ、その NHK から国民を守る党っていうのはちょっとやりすぎたのかなっていうのはあるんだよね。でまあだからなんか N 国党みたいな政党っていうのは、結局まあそのね、まあ、地域地方選挙で、まあ、どんどん、候補者を通らせていくと。でまあ、その地域で、まあ、NHK の集金人っていうのを撃退していくと。でそういうなんか形が良かったわけで、結局まあ国政政党にこうなってしまったら、その国政政党の規模っていうのを維持をしなければいけない。でそうなるとまあ金銭的にもきついし、でなおかつ国政政党として国会でこう何やってんのって言われた時に、まあ、結局何も答えられないような政党なわけですよ、現状。で、まあ、そうなってくると、実はなんかこうここってやっぱりこうダメなんじゃない、もう国政政党としてもダメなんじゃないみたいな。だまあ結局だからまあ立花隆のそのまあ野心っていうのが、まあ結局党を滅ぼしてしまった、党を滅ぼすというか、まあ党のこう失速を招いてしまったっていうところはまああるんじゃないかなと。まあなんでね、こうね、しょぼい政党っていうのを僕がまあ言ったかっていうのは、まあ枝天さんがね、まあしょぼい企業でこう生きていくっていう本を書いてて、でまあそれもちょっと僕もね、ちらってまあ読んでみてで思ったことなんだけど、まあ確かになんか別にしょぼい政党でもいいよねみたいな、地域にこう根ざした政党でもね、まあ、あの N 国党みたいな政党っていうのは、まあ、地域によってはこう一定の需要があると思うし、でいいんじゃないかなって思うんだよ、正直。まあでも結局国政政党にこうなったがあまりに、まあその結局、まあ、今までのこう N 国党がやってきた、まあ、そういうまあやばい部分みたいな、そういうのがまあ露呈していくし、でどんどん騒がれていくよねっていう。
話で、まあ党のこうね、あの拡大成長、まあ党のまあ拡大で求心的なその拡大で、まあ結局まあギアを入れね、あのタイミングがちょっとおかしかったよねっていう話ですよねっていうことで、はい。まあてなわけで、まあ僕のね、なんか N 国論みたいな感じで、はい、皆さんお付き合いいただいてありがとうございました。以上、水木庵でした。じゃあね。